最終的にはあの少なく目立ったじゃないですか。後からとか来ますよ。だといいですけどね。あのちょうど外にね、ちょっと前にね、あったりかね、大丈夫かしらと思って、この前10分ぐらい打てるかしらと思ったら、うん、ね、ドドーっていうのがありましたけど、はい、そんな感じに今日もなりそうです。本当にあの注意事項としては流れるような注意事項、はい、1人2曲ずつになりますで最後まで終わったらまた1組目に戻って2曲ずつみたいな感じになってきます。であの多分人数も増えてくると思うので、あのセッティングとかを迅速にする感じでも、あの始まる前にあのチューニングしたくなりなんなりで迅速なセッティングにご協力ください。で、はい、あとあのシールドはこちらに置きシールドがありますので、はい、シールの方はそれを使ってください。はい、あとライブ配信をしておりますので、はい、顔が映っちゃダメな方はマスクをして出演してください。あと30日間見れます。全世界に向けてユーストリーム、あのこのアルバジロのステージが映っております。だもんね、あの、はい、もう現在もライブ映ってると思います。放送に乗っちゃう。皆さんこんにちは、こんばんはって感じ、ハローって感じ、ね。放送に乗っちゃいかん言葉は、あの乗っちゃいかんこと言っていかんですね。はい、ということです。はい、じゃあ今日の順番を発表します。はい、1番目樋口智美、はい、2番目清川さん、3番目常川さん、4番目小原さん、はい、5番目夏木の部屋さん、6番目上野さんです。そんな感じで今日もやっていきましょう。よろしくお願いします。今のところ6組でございます。はい、今のところは、はい、さあ、じゃあ樋口さん、バーンって一発経験づけに、ね、今日反抗も自由で終わったしね、実印の忘れ物の中にあったけどね、契約できるわ、はい、いろんな契約できますね、解除ができますね、何でもできる実印さえあれば、ね、お金も借りれる。ああ、そうだね、ほんとそうです。どんなのね、あれなのじゃあ、はい、お願いします。お願いします。じゃあ一曲目、あ、そうそう、あの私事のあの報告というか、あの結婚じゃない。5月の29日金曜日のこちらアルマジェロで7時半オープン8時スタートで、あの福沢さやさんという人と深見さんって人が県外から来て、そのライブでオープニングアクトをするので、もしよろしかったら遊びに来てください。春風のプレゼントっていう。プレゼント、似合わんな呼んだのそっちじゃん題名が決まってなかったからさ私もびっくりした、春風のプレゼントって書いてあったから、私演歌知らんって言って、でも呼ばれたってことはいいところだよなと思って頑張って歌いたいと思います。私も皆さんに春風をプレゼントできるように一曲目歌いたいと思います。金魚。
をしっとしっと褒めそやし、コピーで歌った声を出す、登り果てる私を見て、お前はゲイだと囁いて、どこへも行かせるというのなら、あんたをその手で殺してやる。それを通り越して熱くなってしまったという、それじゃあまあ適当にいきます。ふるさとについて、
人という、まあ、みんなが知っている、ね、音楽の教科書に行くのも私なんですけど、まあ、いろいろありますが、人は、ね、生まれてまた死んでいくという、そしてまた、ね、そういう、まあ、感じの曲を、作ってみたんですけど、黄金の道というのが。
尽きてば消え去る運命と
学校でいじめられてるなんて親の前では見えを張っていたい普通の子でありたい山肌気分で、山肌気分で。君を夢を心に若き
からもう話はしないから一本ですか。させていただきます。はい、これからもお願いします。お願いします。では1曲目、エゴラッピンはご存知でしょうか。という声もありがとうございます。足長のサルバドールをお送りしたいと思います。Thank you.
ちが鳴るよね。南みたいオーストラリアで酒の間に合うよ、合うよ、来ないよ。明日のサルバド、サルバド、穏やかな心、つかの間に合うよ。サルバドに花を、they say goodbye, but I won't.
がとうございました。めっちゃおしゃれ。どんなに苦しくなっても滝のような涙を流していても一本誰かが君のそばに寄り添い君を力づけてくれる。涙を流した分心は石よりも強くなってゆくんだ。何の数だけ人の心は強くなってゆくんだ。時々人は自分が一人なの勘違いする時があるが、人は一人では生きられないから絶対それは違うんだ。この世にたった一人なんて絶対にありえないことなんだ。もし今一人だとしてもいつか仲間にできるんだ。今まで君はさまざまな人から裏切られたり見捨てられたりしたかもしれないや、それはまだ本当の仲間に恵み得てないだけなんだ。世界は広い、とてつもなく僕らが考えてる以上に。こんなに広いのに君が一人だなんて絶対にありえないんだ。
愛されるために生まれたんだ。与えられた仲間たちに巡り合うため、いつかきっとどこかで出会える大切な仲間たちに。僕はついに出会ってしまった掛けがえのない仲間たちに、障害物を君に分け
ね。これからのご自分の